こんにちは福井教育支援サークルの吉田ですえ今日は6年生の道徳市民に愛される動物園を目指してについてお話をしますえ内容項目は希望と勇気努力と強い意志ですそれではあらすじです主人公の小杉正夫さんは朝日山動物園の元園長さん 入園者の減少エキノコックス事件による肺炎の危機を乗り越え年間の入園者が140万人にもなる旭山動物園を作り上げたという話ですこの話は非常に有名でもうテレビで何度も取り上げられていますね、えー、私もこの授業作りにあたっては小菅さんへのインタビューの動画などを参考にしましたはいいつものように小学校学習指導要領の解説を読んでみました赤の部分です 指導にあたっては苦しくてもくじけずに努力して物事をやり抜き失敗を重ねながら夢を実現した人に触れ希望を持つことの大切さや希望を持つがゆえに直面する困難を乗り越える人間の強さについて考えることを通して児童の中により積極的で前向きな自己像が形成されるようにすることが大切であるとまさに旭山動物園の物語はこれにぴったりですね。 えそれでですね資料の中の小菅さんたちの多くの人が訪れる動物園にしたいと願って行った取り組みについて考えさせ最後まで諦めない気持ちを持ち続けることの大切さに気づかせるとこういったところを狙って授業してみたいなとまあ、いろんな取り組み紹介されているんですけども結局はですねその絶対に動物園を肺炎しないと。多くの ね、お客さんに来てもらいたいというこういう強い意志があったらからこそ様々な取り組みが生まれてきたんだと思いますそのあたりをね掘り下げることができればというふうに思います、えー、それでは授業です、えー、まず北海道の旭山動物園の紹介から入りたいですねこれホームページで取り上げてもいいかなと思ったんですけれども旭山市のね旭山動物園という YouTube チャンネルに ワンポイントガイドの動画がいっぱいありました。これがおそらく資料の中で解説されている飼育員による動物ガイドだと思います。なんていうんですかね、とってもほのぼのとした感じで非常に良かったですね。私、何本も見ました。先生方も見ていただいて、この動画いいなっていうのを見せるといいかなというふうに思います。その資料を読んで、旭山動物園はどんな危機に見舞われましたか。 安全になったのにお客さんが来てくれなかったのはどうしたと思いますか小菅さんたちは危機を乗り切るためにどんなことをしましたか動物ガイドでお客さんが増えた理由は何ですかとここまではざっとあらすじを確認するという感じでいきたいなと思います。えー、そこでメイン発明なんですけどもね。 早エ、えー、になるのではと心配された旭山動物園が年間140万人もの人が訪れる動物園になったのはなぜだと思いますか、利用できるだけたくさん考えてくださいと、えー、ここは時間を取ってしっかり書かしたいですね、利用できるだけたくさんというふうに書いたのは、動物ガイドを行っただとか、職員の間を取り入れたというのは資料に書いてあります、これはすぐに見つかると思いますが、書いてない部分ですね。 結局動物ガイドを復活したとかね、アイデアを取り入れたというのは、たくさんの人に,人に来てもらいたいという願いをずっと持ち続けてきたからだと思います。ね。諦めずに工夫し続けてきたからと。ここがなければどんな工夫も生まれようがないですよね。このあたりをね、子供たちから引き出すことができたらというふうに思います。えー、最後皆さんにはね、ずっと続けていきたいと思っていることがありますかというふうに聞いて授業を終えたいと思います。 はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。